NTT ドコモ墨田ビルは東京都墨田区に立つ超高層ビルディングである。当ビルには NTT ドコモ歴史展示スクエアという NTT ドコモ関連の無線通信機器の科学館がある。NTT ドコモが所有する超高層ビルで両国国技館、江戸東京博物館に隣接し、両国駅が最寄り駅となる。春高時の2004年現在、 墨田区では最も高い高層建築物となり、東京都内でも27番目に高い高層、建築物である。NTT ドコモ代々木ビルのように携帯電話、ホーマ、i モード等の NTT ドコモのネットワーク設備が中心のビルであるが、ドコモモバイルが運営するドコモのグループ会社、パートナー企業、ドコモショップ向けの研修施設が低層階に設置されている。屋部分に鉄塔があり、 そこには NTT ドコモが利用するマイクロム専用のアンテナが配置されている。当ビルの1階には NTT ドコモ歴史展示スクエアがあり、自動車電話、船舶電話、携帯電話、ポケットベル、衛星電話、携帯情報端末、PHS といった電電公社、NTT、NTT ドコモ、NTT パーソナルを中心とした300点以上の実機、 移動体通信の過去から未来への歴史を見ることができる。こちらも研修施設と同じドコモモバイルが運営を行っている。ありがとうございます。